皆さんこんばんは投資の隠れがえようこそいらっしゃいました。今日は AI が予想した通りの展開となりましたね。パチパチパチ。さてさて今日もとっておきの情報を提供していきますので最後までごゆっくりとお楽しみくださいませ。AI による株の買い時つまり底値のシグナルが出次第このチャンネルにてお伝えしますのでぜひこの機会にチャンネル登録をお願いいたします。ではでは始めていきます。 今日の東京株式市場で日経平均株価は7日続伸しました。前日比816円も千高の28,040円16銭となりました。1月18日につけた28,257円以来およそ2か月ぶりに2 8 0 0 0円台を回復しました。7日続伸は21年9月以来の記録となります。昨日の米国株式市場で主要株価指数が上昇した流れを受けて、 東京株式市場でも幅広いい銘柄に買いが入りましたソフトバンクグループが7%高で終えるなど主力銘柄の上げが目立っていましたね米国連邦準備理事会 FRB による利上げが続くとの観測で昨日に米国長期金利が上昇し東京市場では銀行株に利ざや改善を期待した買いが入っていました 日本と米国の金利差の拡大を背景として円相場は1ドル121円台前半まで円安ドル高となりトヨタなど輸出関連株に強烈な追い風となりました午後にかけて日経平均株価は上げ幅を拡大しました売り方の買い戻しや年初からの下落局面で現金比率を高めていた投資家の買いが観測されました3月期末が近づいたことで配当権利取りの買いも入りやすかったと思いますももっとも 日経平均株価が2万8000円を上回る水準では利益確定や戻り待ちの売りも出やすくなりさすがに伸び悩む場面もありましたね JPX 日経インデックス400は7日続伸しましたまた我らがトピックスも7日続伸し44.96ポイント高の1978.70で今日の取引を終えました東証一部の売買代金は概算で3兆4288億円となり 売買高は14億1473万株でした東証一部の値上がり銘柄数は1940と全体の9割近くを占めており逆に値下がりは206変わらずは35銘柄でしたもはや理由も出てこないほどの上昇相場ではありますがさすがに上げすぎです今後しばらくは株価の下落が始まりますのでこれから買いに向かうのはやめましょうまだまだここから株の買い時吐きます AI による株の買い時つまり底値のシグナルが出次第このチャンネルにてお伝えしますので是非この機会にチャンネル登録をお願いいたしますそれでは明日も絶対に見てくださいねいいかお前ら株式投資は完全に自己責任だぞ自分で考え自分で決めろよ絶対人のせいにすんなよじゃあ明日も絶対見てくれよな